10月のトイックの結果ですね、はい、では帰ってきましたんで行きましょう。また、はい、9月よりも10月の方が、うん、手応え的にはすごい良かったんです。今までどういうので勉強してきましたか。してください、どうぞ。ほうで始まりました、むちゃしゃんです。さあ、はい、坂口さんにおいでいただきました。はい、はい、髪型よく変わるねちょっとコロコロ変わって今回はですね、はい、10月のトイックの結果ですね、はい、10月何日でしたっけ、あれは2日でしたっけ。そうだね、2日、9日あの辺にあった前半のコーナーですが、はい、受けましたので、その前が780人だったっ。そうですね、一気に行ってわーみたいなね、すごいリアクション芸人みたいに思い出してくだって画角から外れてたし、そうですねわーっつっていなくなってるみたいな。で、はい、他のねメンバーが一生懸命今頑張って、はい、唯一ね800超えてた人いたんですけど。そうですか、はい、その前回受けて下がってて、結局800いってなかったっていう状況だったんですが、はい、そんな中じゃあ坂井さんは一体どうだったのか、超えているのかいないのか、では帰ってきましたんで行きましょう。また、はい、その後勉強は続けてますか。一応してますね。780の時は続けてたもんね。そうですね、まあ夏休み中でちゃんと毎日やってたって、ね、うん、あ、毎日、さあ行きましょう、はい、ね、あれ、公式問題集 Q のお知らせ、あ、そうかそうか、この後だ、新しい CM になってるのは。また新しいパート7だけの本が出るんで、はい、こっちの CM になるんですけど、はい、では、ああ、怖いと自信はありますか。でもそんな感じは、いや、9月よりも10月の方が、うん、手応え的にはすごい良かったんですよ。あ、そうなんだ、はい、うん、でも9月あんな点数取っちゃったからなるほどね、ちょっとそうそう、じゃあ言えないですねどうだったのか、さあいよいよ800超えたのかですね。じゃあこう思って、はい、はい、出してください、どうぞ。ドン、下がった、まあ、え、ちょっと嬉しいちょっと嬉しいんだ、760点ということですね。案外まぐれじゃなかったそう、ああそういうことね、はい、まぐれじゃなかった、手応えはこっちの方でもあったんだよね。そうですね、リスニングが430、はい、でリーディングが330、ああ差が100ぐらい開いてはいるけど、まあまあまあ、まあ、そういう感じかな、まあ、プラス4370になってほしかったな、それだったら。そうですね、430370だったらいい感じですね、まあ、どっちも超えているんで、平均パーセンタイルは、ここの写真撮っとかね、はい、パーセンタイルで、そしてじゃあ正答率ですね、はい、はいはい、ではまずはリスニングの青い方を見せていただきましょう、はい、はい、ほう、あー、はいはい、まだ430だからね、やっぱり黒いですね、だいぶね、短い回は、そうですね、アビビエの見方は動画出てますんで、いつも見てください、はい、ナレーションが81だから、あー、はいはいはい、あー、結構だから変化球も取れるようになってきてる感じだな、うんうん、長めの会話のアナウンスナレーションの中で明確に述べられている情報をもとに要点目的、あー、明確の方がとしてるな、あー、これが67か、なるほどね、ここはまだ取れてないですね。で、短い回のナレーションのうち詳細、まあ、ここが一番簡単なんで、まあ、83のうち93で、長めの回のナレーションなのうち詳細が理解できる、だから、あ、これが85か、結構これも取れてるな、うん、で、やっぱ暗示のやつが75なんで、はい、ここですね、パート3、4かな、で、パート2の変化球ももうちょっと上げられるかなって感じですね。で、そうすれば450から65ぐらいかな。で、それが多分まあマックス値だと思うんで、多分それぐらいだろうな、はい、それ以上はまあなかなか難しいと思うので、はい、そこだと思います。なんでパート2の変化球とパート3、4の直接的じゃないやつですね、はい、それをできるようになれば、糸問題が苦手とか感覚は特にない、まだ糸問題、うん、どういう意味でしょうとか、なんでそうやって述べたでしょうとか、は最近やっと、あ、じゃあこれは簡単直接的な言い方じゃなくて、うん、こういう違う意味を指してるんだなっていうのは何問か気づけるようになってきたかな。あ、なるほどなるほど、はいはい、場面とかも浮かぶようになってきましたか。だんだん場面はまだまだですか、ね、まだまだ、なるほど、はい、じゃあリーディングの方、はい、はい、どん、ほー、平均的なとこが多いなそうですね、推測が61、あー、具体的な情報が50の平均以下だ、うん、やばで、
文章が散りばめられたもの、おあ真ん中ぐらい、語彙79で文法85、いやーそうか、まだ文法語彙も減るか、いやそうか、まあ今いろんな人にアドバイスしてるんですけども、はい、そうだなー、こうなってるか、うーん難しいな。時間はどうなの？時間は、うん、配分的にはパート5、6は、うん、まあ早くはないですけど普通よりちょっと遅め、うん、数字はちょっと分かんないです。1問平均でいけてるかだよね。その間5パート5だったら平均20秒、パート6だったら平均30秒でいけてるか、そこが多分いけてない。まだいけてないですね、うん、でパート7はだから終わんないってことでしょ。全然終わんない。全然終わんないですそうですね。だから5、6、さあ文法がね得意じゃないんでね、文法得意だったらね5、6でダダダッと稼いでって感じなんで、もう特に2番目が低いってことは終わってない、もう全然っていうのの証拠、はい、簡単な問題も落としちゃってるって感じなんで、パート7のここをやっぱり確実に取れるように訓練しないといけないですね、はい、リーディングの勉強をもうちょっとやんなきゃいけないかなって思いますね全体的に、はい、今までどういうので勉強してきました？この期間、はい、まず、まあ、パート1、2の森田さんのやつ、うん、あーパート1、2トップですね、はい、とやって、はい、であとはデルセンやっと始めて、はいはいはい、今まだ品詞問題最初のところなんで、はいはいはい、そこはまああらかたできてきたかなっていうぐらいで、うん、まだパート7とか3、うん、パート3、4には一切手つけてない。ああそういうことなんだ、はい、じゃあちょっと3、4と7ね、はい、できるようにしないといけないですね。1日勉強時間はどういう？1日まあ3時間か、うん、空きコマがある日は、うん、そうですね、200分、うんうん、あ授業時間なんで200分と2、3時間、うん、そのぐらいですか、ね、それは英語に使ってんの？そうです、基本全部英語です。はあ、なるほど。大学の勉強もやりながら英語の勉強もし、そうです、サークルもやりって感じで、はい、サークルは結構やってんの？サークルはまだ中央のは入ってなくて。あ、そうなんだずっと統計の統計のやってんのかい？ずっとまだ行っててなんだそれ。なるほど、ちょっと、まあ勉強を続けてることで、まあ、やっぱりそのねトイックのメンバーの人たちも結局遊んじゃうって言ってたんで、大学入ったらやっぱ遊んじゃうって言ってたんですけど、まあ地獄の勉強を切り抜けてきてるので、はい、3時間なんて、まあ、あの時と比べりゃそうですね何のその、はい、私 NBA 選手と喋れるんだったらそう3時間なんてもうワールドカップ盛り上がってさ、悲しいったらやらしないよって、あバスケもなればいいのになってね本当に、はい、思いました。それはじゃあ今後も続けていく感じだと思うんで、はい、今年度中に800取れそうですか？いやーじゃあ、まあ、この冬休みとかでもじゃあそれで、あ今年度中、そうだから3月、今年じゃなくて今年度中800目標に、はい、3月までに、3月までに、3月2回あるんでね今回、そうなんです、はい、増えたんで、じゃあ2回でとも受けてもいいですか？すごいよ、だって2月末次の週3月だから2週連続であって、で1週空いてもう1個あるんです。かなりスパン短いですねスパン、こんなにスパン短くあるのは初めてトイック、今一度もないんで、こんな短いスパンで4週間で3回あるっていうのは今までのトイック一度もなかったことなんで、史上初なので、まあたくさん受けれると思いますので、はい、ぜひとも頑張ってやってもらえればなと思います。その頃にはもうねいろんな受験結果もバーッと来ててそうなると思いますが、ぜひ坂井さんの方も応援してあげてください。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching.